これをこうつけようと思ったんですけど、こうつけたら GoPro が斜めになるんで、ここの地材があれば角度が調整してこうできたんですけど、できないんでこうしようかな、こうするか、こうしてこう角度調整しようかな。ちょっと十分なクラッチが使いやすいように、クラッチ中指1本でしてるんですけど、しやすいようにちょっと角度かなりつけてるんで斜めになります、めちゃくちゃ。なんでこっちにつけましょう。で、ただこれを ギリギリか、やっぱここ当たりますね。無理やり押し込んでいくかな。干渉しそうですね。やっぱりここと。あ、でもこれでも。あ、でもやっぱグラ、ちょっと。このまま染み込んでいったらどう。
どうしても無理か。追加してこう無理か。なんかいい方法がないかな。やっぱりこれかな。
くか。うん、まあいいか。これでここに GoPro つけて、完成かな。これは手で調整できます。こういうふうに GoPro を動かせれるようにするやつを買えばいいですね。